第二次世界大戦の爆撃王ベスト5世界編。戦闘機のエースパイロットが広く知られる一方、爆撃機パイロットも大きな戦果を上げたはずですが、地味な存在だったためかあまり注目されないようです。とはいえ調べてみるとやはりいました。今回は第二次世界大戦で活躍した各国の爆撃王についてご紹介したいと思います。第5位、敵空母を撃破したミッドウェーの英雄、アメリカ海軍マックス・レスリー。ワシントン州シアトルで生まれたマックス・レスリーは1930年に飛行士の資格を取得し、太平洋戦争が開戦になると彼は第3爆撃飛行隊の幹部となっています。1942年6月に日本の空母機動部隊がミッドウェー島近海へ侵攻してくると、米航空隊の雷撃機が果敢に攻撃を仕掛けました。しかし日本軍の直縁戦闘機隊によって相次いで阻止され、攻撃はあえなく失敗に終わってしまいます。しかしすでにレスリーが率いる急降下爆撃隊は空母ホーネットから発艦しており、発見されないまま敵機動部隊の上空へ達していました。そして日本のゼロ戦が低空にいる隙を見計らって、レスリーの爆撃隊、そしてマクラススキー中佐の爆撃隊が急降下爆撃を仕掛けます。折しも日本空母の格納庫では次の出撃に備えて爆弾や魚雷で雑然としており、そこへ爆弾が命中、飛行甲板を突き破ると格納庫内で炸裂し、空母赤城と加賀は爆発炎上しました。レスリーが乗るドーントレス爆撃機はさらに反転すると飛行甲板上を機銃掃射したといいます。たった5分で2隻の空母を戦闘不能に陥らせ、さらにレスリー隊の列機が空母蒼龍へ襲いかかりました。直撃弾を受けた蒼龍は炎上し、その日の夜に沈んでいます。一方放棄された赤城と加賀もまた翌朝までに沈没しました。ところがたった1隻残った空母飛龍の反撃を受けてしまうのです。レスリーの母艦ヨークタウンは爆撃を受けて飛行甲板が使い物にならなくなり、燃料切れとなったレスリー機は海上へ不時着。彼はどうにか従順アストリアに救助されました。これら一連の活躍によりレスリーには海軍従事章が授与されたといいます。その後も爆撃機体を率いた彼は多大な戦果を上げ続け、作戦において英雄的な戦果を上げたとしてブロンズスターメダルや海軍表彰受賞、大統領部隊賞状などを与えられました。まさに米海軍きっての爆撃王だったのです。第4位、艦爆の神様と呼ばれた名指揮官、日本海軍江草高重。日本海軍において雷撃の神様と呼ばれたのは村田重春少佐。その双璧を成したのが艦爆の神様と歌われた江草高重少佐です。江草は広島県で生まれ、海兵58期で海軍へ入営。真珠湾攻撃の際には31歳になっていました。彼はいつも冷静沈着で寡黙ながらも部下の面倒見がよく、大変慕われていたようです。真珠湾攻撃において第二次攻撃隊の指揮官だった江草は救急艦爆を買って空母蒼龍から発艦。その愛機には虎の島模様が入っており、遠くからでも視認できたとか。無線があまり役に立たず、GPS がない時代ですから部下が指揮官機を見失わないようにとの配慮だったのでしょう。真珠湾で大戦果を挙げた後、昭和17年4月にはセイロン島を攻撃します。やがて英巡洋艦2隻を発見すると、江草率いる艦爆隊53機が発艦。まもなく巡洋艦コンウォールとドーセットシャーの姿が視界に入りました。
前機に突撃を命じたエグサは先頭を切って高度4000メートルから急降下に入り、敵艦にぶつかる寸前で爆弾を投下、見事に命中したといいます。実際に1番機が初弾を命中させることは極めて難しく、後続の2番機以下から照準を修正していくのが普通でしたが、しかしエグサは初弾を外すことなくいきなり命中させたのです。この時爆撃隊が放った53発の爆弾のうち、命中したのは実に47発、 88.6% という驚異的な命中率を叩き出しました。エグサは華々しい戦果を上げるものの、やがてミッドウェー海戦の敗北によって母艦を失ってしまいます。第521海軍航空隊へ転属となったエグサは、次に急降下爆撃機ではなく双発機の銀河へ乗り込みました。そして昭和19年6月15日ペリリュー島を発進したエグサ機は敵機動部隊へ雷撃を敢行するものの未完機となったそうです。第3位、初めて反潮爆撃を考案したイタリア人パイロット、イタリア空軍ジュゼッペ・チェンニ。第二次世界大戦の開戦以降、地中海では制空・制海権をめぐって激戦が続いていました。その頃イタリア空軍は限られた機数で艦船を攻撃する方法を模索しており、従来にはない爆撃砲を考案したのがジュゼッペ・チェンニ大尉です。それは反潮爆撃スキップボンビングと呼ばれ、いわば物理的効果を応用した新戦法でした。仕組みはこうです。まず目標となる敵艦船に対し、海面スレスレで水平飛行しながら爆弾を投下。すると爆弾は川面に投げた小石のように跳躍しながら敵艦船の側面に衝突、爆発するというもの。これは水平爆撃でも急降下爆撃とも異なるもので、同じような戦法は各国で研究されていました。しかし初めて実戦で用いたのがイタリア空軍だったのです。1941年4月4日チェンニは地中海を進むギリシャの輸送船団に対して反潮爆撃を敢行、輸送船を撃沈し護衛艦艇を大破させたといいます。驚いたギリシャ海軍は爆撃ではなく雷撃を受けたと勘違いしたほどでした。さらにチェンニ率いる第97急降下爆撃航空軍は13日には水蒸気母艦を大破させ、1000トンクラスの汽船を沈めています。やがて北アフリカのトブルクへ進出したチェンニの部隊は、現地でドイツの急降下爆撃機JU-87 スツーカを受領。5月には護衛艦とタンカーを撃沈しました。また翌日には砲艦を大破させています。ちなみにスツーカは急降下爆撃に特化しており、地上攻撃では猛威を発揮しました。しかしチェンニはあえて反潮爆撃のために運用し、大きな戦果を上げてみせたのです。ついでイタリア本土へ移ったチェンニはレッジャーネ RE-2002 アリエテ2という機体を受領します。ただし戦闘機として開発されたものの、最高速度は530キロ程度しか出せず、全くの役不足となっていました。そこでチェンニはアリエテ2を爆撃機として活用することにしたのです。1943年7月、連合軍がハスキー作戦を発動してシチリア島へ上陸。第102急降下爆撃航空軍の司令となっていたチェンニは、早速アリエテ2を率いて上陸部隊を攻撃しています。そして敵戦闘機が乱舞する中、得意の反潮爆撃によって輸送船1隻、上陸用舟艇4隻を沈めるという戦果を上げてみせました。第2位、ドイツ軍を恐れさせた空の戦車とは、ソ連空軍アレクサンドル・イエイモフ。
第二次世界大戦を通じて旧ソ連軍で最も多く生産された航空機がイール・ドゥヴァー・シュトルモビクです。これは戦闘機でも爆撃機でもなく襲撃機のカテゴリーに属し、いわば敵地攻撃に特化した機体でした。23ミリ機関砲をはじめ、ロケット砲や成型削薬弾を装備し、多くのドイツ軍戦車をほふったといいます。しかし武装を充実させればその分速度は遅くなるもの、これではドイツ戦闘機の餌食になるしかありません。そこでソ連中央設計局は逆の発想で機体の開発を進めています。それは速度を犠牲にしてでも重装甲の航空機を作ることでした。そのような思想から生まれたシュトルモビクは最大速度は400キロ程度しか出せなかったものの、弱点となるコクピットやエンジンには最大12ミリの装甲が施されています。これは日本の救護式軽戦車とほぼ同等でした。つまり空飛ぶ戦車そのままだったのです。確かに鈍重な機体ですが、その硬さは折り紙付きでした。ドイツ戦闘機がいくら撃っても撃墜できず平気で飛ぶのですから、驚くより他ありません。派生型と合わせて3万6000機以上も生産されたシュトルモビクはまさにドイツ軍にとって畏怖の対象となりました。敵パイロットからはコンクリート製の航空機と呼ばれ、ドイツ陸軍の兵士から黒死病と恐れられるなど、その攻撃力と防御力によってソ連の勝利に貢献したと言えるでしょう。さて、そんなシュトルモビクのエースだったのがアレクサンドル・イェイモフというパイロットです。1942年の初陣以来222回出撃し、戦車130両近くを撃破、機関車30台と火砲193門、敵空機関砲43門を撃破しています。さらに85機の鉄器を地上で破壊し、空戦でも7機撃墜したといいますから、まさに爆撃王の名にふさわしい名パイロットでした。第1位、ソ連人民最大の敵と呼ばれた男、ドイツ空軍ハンス・ウルリッヒ・ルーデル。数々のエースパイロットを輩出したドイツ空軍の中にあって異色の爆撃機乗りがいました。彼の名をハンス・ウルリッヒ・ルーデルといい、先ほどご紹介した急降下爆撃機スツーカを愛機にした人物です。空軍へ入隊後は戦闘機乗りを志していたものの、なぜか急降下爆撃隊へ志願。開戦後は早速スツーカを買って戦果を上げ、たった2ヶ月で2級鉄十字章を授与されています。ちなみにスツーカは大戦初期から活躍した機体で、急降下に耐える頑丈な構造と独特のサイレンによって敵軍を威嚇したといいます。当初は空の悪魔として恐れられていたのですが、その低速ぶりから大戦後半になると連合軍機の餌食になることが増え、制空権がなければ活動できないほど陳腐化しました。とはいえ機体の信頼性は抜群だったようで、終戦に至るまで運用され続けたそうです。さて、スツーカといえばルーデルと呼ばれるほどその存在は際立っており、終戦に至るまで数々の伝説的偉業を成し遂げました。彼が挙げた戦果は凄まじいの一言で、ざっと列記してみるとこんな感じです。戦車800両以上を撃破、装甲車トラックを1000台以上破壊、火砲180門を破壊、機関車及び装甲列車を6両撃破、戦艦1隻を撃沈、空戦による撃墜11機。特に戦艦マラートを撃沈した時は凄まじかったようで、ルーデルは急降下爆撃によって1000キロ爆弾を2発命中させました。この時ライブブレーキなしで急降下したため、爆弾の落下速度がとんでもない速さとなっています。
結果的に艦隊は真っ二つに割れてしまい、前半部は大破着底、後半部はなんとか浮いていたものの、もはや戦艦として使い物にならなかったそうです。またルーデルが駆使した戦法として特筆されるのが、スツーカの改良版であるカノーネンフォーゲルでしょう。これは両翼に37ミリ砲とガンポッドを搭載したもので、まさに空飛ぶ戦車でした。1943年のクルスクの戦いが初投入となりますが、ソ連軍戦車兵が飛行機が大砲を撃ってくると驚愕したほど。いくら分厚い装甲を持つソ連戦車でも、装甲が薄い上部を狙うことで容易に撃破できたといいます。またルーデルは爆撃王であるとともに悲劇追王でもありました。30回も対空砲火で撃墜されながら、その度に生還したといいますから、強運の持ち主でもあったのでしょう。ちなみにルーデルがあまりに戦果を上げることから、彼に見合う勲章がなくなってしまいました。そこで総統ヒトラーは新たに黄金白楊剣ダイヤモンド付き騎士鉄十字勲章を制定したそうです。ただし12個作ったはいいものの、結局はルーデルに匹敵するものが現れなかったことで、彼のみが保持することになりました。あのソ連邦最高指揮官スターリンをして、ソ連人民最大の敵と言わしめたルーデルの存在は、戦士に燦然と輝き続けているのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。